トランスフォーマー、リベンジは2009年のアメリカ映画、2007年の映画、トランスフォーマーの続編である。日本版のキャッチコピーは、リベンジが始まる。新たなる、変身は、リベンジから始まる。人類を、覚悟しろ。世界をつなぐ世界が変わる。今回はアメリカのみならず、上海、ロンドン、パリ、エジプトなど世界各地を舞台に前作を超えたスケールで、 物語が展開していく。監督のマイケル・ベイは、本作の制作にあたり、今度はもっと多くのトランスフォーマーを出すと予告しており、その言葉通り前作の13体から約60体と、実に4倍以上のトランスフォーマーが登場。新キャラクターとして、建設車両から合体する、デバステーターやワールから、正義側に転向した、ジェットファイアといった原作の人気キャラクターに加え、 コミックシリーズに登場した最大の悪役、ザ・フォールンなどが登場している。ミッションシティでの戦いから2年、総司令官オプティマスプライム率いるオートボットは地球を新たな故郷として集結し、未だ地球に潜むディセプティコンを殲滅するため、アメリカ軍と共に対ディセプティコン特殊部隊 NEST を結成し活動していた。ある日、 オプティマスプライムらは、上海に現れたディセプティコンのデモリッシャーを撃退。しかしデモリッシャーは死に際、オプティマスプライムに対し、ザ・フォールン様が蘇るという言葉を残すのであった。これを受けた、オプティマスプライムは、今後の脅威について、米軍上層部へ報告するが、そこに国家安全保障担当補佐官、セオドア・ギャロウェイが現れ、キューブが消滅してもなお、 ディセプティコンが地球に居続けるのはオートボットたちがいるからではないかとの疑念を突きつける。その頃、米軍が保管していたキューブの欠片を奪取したディセプティコンたちが海底に沈められたディセプティコンのリーダーメガトロンを復活させ、メガトロンはディセプティコンの本拠地へと帰還する。そこで待っていたのはメガトロンが主と仰ぐ地球に対して復讐の念を募らせたザ・ホールンであった。 一方、プリンストン大学への進学を控えた少年、サム・ウィトイ・ウィキーは、両親、恋人のミカエラ・ベインズ、そして相棒のオートボット・バンブルビーラとの別れを惜しみつつも、これから始まる新生活に胸を躍らせていた。しかし、引っ越しの最中に服に、キューブのかけらが付着しているのを発見、かけらに触れてしまう。 これをきっかけに見たことのない文字が頭に浮かんだり視界に映射されたりするようになる上、授業中に錯乱するなどといった奇怪な症状が出始める。オプティマスプライムはギャロウェイをはじめとする政府の誤解を解くためサムに仲介を求めるが、普通の生活を望むサムはそれを断ってしまう。しかし、間もなく大学にディセプティコンが現れ、 サムは再びトランスフォーマーの戦いに巻き込まれていく。ミカエラやルームメイトのレオス・スピッツラと共にディセプティコンに拉致されメガトロンのもとへ連れて行かれるサムであったがディセプティコンの目的はキューブのかけらからサムの脳内に移ったオールスパークの情報だった。サムたちはオプティマスプライムとバンブルビーの助けによって逃げ延びるがオプティマスプライムが犠牲となってしまう。 唯一対抗できる最後のプライムがいなくなったことを受け、ザホールンはサムを探すために直接世界中を攻撃し、サムを差し出さなければ世界を滅ぼすと宣言。その結果サムは国際指名手配されてしまう。NEST の基地にオプティマスプライムの亡骸が運ばれるが、同時に大統領命令を携えたギャロウェイが部隊に解散を通告。 オートボットらは拘束されてしまうのであった。サムたちは、レオのつてで、解散した秘密組織、セクター7の元捜査官、シーモア・シモンズと再会。ミカエラが捉えたディセプティコンのホイーリーの協力も得て、サムの頭に浮かぶ文字が、古代サイバトロン語であることを突き止め、それを読むことのできるトランスフォーマーを求め、スミソニアイ航空宇宙博物館へと向かい、 元ディセプティコンの老兵のジェットファイアと出会う。ジェットファイアはサムたちと共にエジプトへとテレポートし過去の出来事を語り始める。紀元前1万7000年、トランスフォーマーの初代リーダーである7人のプライムたちがトランスフォーマーの命の源であるエネルゴン探索のため地球に飛来した。エネルゴンは太陽のような恒星を破壊することで作られるが、 生命体の存在する星は滅ぼしてはならないというルールにより地球の生命体を生かすのに不可欠な太陽は対象から除外されることとなっていた。しかし、そのうちの一人が独断で惑星破壊装置を起動し太陽を壊そうとした。七人の中でも特に兄弟であった地に落ちたものザホールンに他の六人のプライムたちは立ち打ちできずやむなく装置を起動させる。 キーの役割を持つアイテム、リーダーのマトリックスをエジプトのどこかへ隠したのだった。サムはマトリックスがオプティマスプライムを蘇らせる力を持つと信じ、ジェットファイアの言葉をもとにエジプトを駆け巡りついにマトリックスを見つける。しかし、年月が経ちすぎていたためにサムが手を触れた途端にマトリックスは砂溶かしてしまう。一同は愕然とするがサムは諦めず砂をかけ集めて、 オプティマスプライムの元に向かう。その頃、シモンズから連絡を受けたウィリアム・レノックスをはじめとする NEST 部隊はギャロウェイの命令を無視してオプティマスプライムの亡骸を乗せエジプトへ到着。同時に通信を傍受したディセプティコンの部隊がエジプトに集結し、激しい銃撃戦の中サムは仮死状態に陥ってしまう。サムは蘇生するまでのわずかの間、夢の中で かつての初代プライムたちから、オプティマスプライムのために命を懸けたことを称えられると、共に、リーダーのマトリクスは手に入れるものではなく、勝ち取るものであり、サム自身がリーダーにふさわしいものであることを告げられる。サムが蘇生した瞬間、左竜だったマトリクスは、元の姿を取り戻した。マトリクスの力によって、オプティマスプライムを蘇らせることに成功するが、直後にザ・フォールンによって、 マトリックスが奪われてしまう。ピラミッドに隠されていた装置はすでに剥き出しとなっており、キーが揃ったことで装置が起動してしまうのであった。戦況を見たジェットファイヤーは自害して自身のパーツをオプティマスプライムに託し、パワーアップしたオプティマスプライムは、ジェットパワーオプティマスプライムとして芝叩たたく間に装置を破壊。襲いかかってきたメガトロンとザホールンを圧倒し、 ついにザ・ホールンを倒す。メガトロンはどこかへと逃走し、地球に再び平和が戻ったのだった。サム・ウィト・ウィッキー、サム・ウィツ・ウィッキー、エンシャイ・アラ・ブーフ、吹き替え小松市報主人公。前作までの頼りなさは、ほとんど見られなくなり、常に前に進もうとする積極的な青年へと成長したが、減らず口は相変わらず。プリンストン大学への進学に伴い実家を出て、 両住まいを始めようとするが、キューブのかけらに触れたことが、きっかけとなり再びトランスフォーマーたちの戦いに巻き込まれていく。オプティマスプライム、オプティマスプライム星、ピーター・カレン、吹き替え、ゲンダテッショウ ID ナンバー RA-01、オートボット総司令官、ピーター・ビルト379トレーラーヘッドに変形。本作では、トランスフォーマー側の中心人物という位置づけがより、 明確に描写されている。武装は大口径マシンガン、両腕のエナジーソードとエナジーフック。ジェットパワーオプティマスプライム、ジェットパワーオプティマスプライムジェットファイアのパーツによって一時的にパワーアップした形態。背部に装着された SR-71 のターボジェットエンジンにより高い飛行能力を獲得した。武装も強化され、右腕にライフル、左腕に2連装機関銃。 そして、アフターバーナーを前面に向けてから撃つキャノン砲を装備。名称は、ガングから。2003年に放送された、アニメ、マイクロン伝説の、ジェットコンボイ、ジェットオプティマスがモチーフ。バンブル B、バンブル BID ナンバー RA-03、前作のカマロコンセプトからリニューアル済みの、シボレーカマロに変形する石膏。オートボットの中では唯一ネストに加わらず。 サムの愛者として生活している。愛称は B。サムの母親からはワッフル瓶と呼ばれている。前日段のアメリカンコミックでは一旦感知したものの、スタースクリームに襲われて、また壊れたと描かれている。前作から引き続きラジオ音声を使用して会話する。大学に進学することになったサムと別れる際はわざと、らしく涙を流すなど、 前作よりもさらにコミカルな動きを見せている。メガトロン、メガトロン製、ヒューゴ・ウィービング、吹き替え、中村幸太郎 ID ナンバー RD-01、前作に登場したメインビランでディセプティコンのリーダー。キューブの欠片とドクターによる修理で復活。本作ではエイリアンタンクに変形。前作と比較して体格がマッシブになり、フュージョンキャノンが右腕に装備され、 接近専用の武器もデスロックピンサーへと変化した。ザ・フォールン、ザ・フォールン製、トニートット、吹き替え、木村雅史 ID ナンバー RD-12 作目のメインヴィラン。解消前の名前はメガトローナスプライム、メガトロナス。弟子の一人は彼の名前を受けたまわり、メガトロンと名乗っている。ガングではエイリアンジェットに変形するが、映画上での変形するシーンはない。 周辺にある物体を自由自在に操れるウェスパー。他の兄弟と共にエネルゴン生成のため地球に来訪したが、すでに地球では人類が誕生しており、兄弟たちはルールに従ってエネルゴン生成を見送ろうとするも、自身は人類の存在価値を認めようとせず他のプライムと対立し離反。ディセプティコンを創設し、サイバトロンや地球におけるトランスフォーマー同士の 戦争を起こすきっかけを生み出し、マトリクスを探すためシーカーたちを地球に潜り込ませていた。荒れ果てた小惑星に落ちた戦艦の中で葬機関の仕事をしていたが、オールスパークの情報源の発見とオプティマスプライムの死をきっかけに再び自ら地球侵略に乗り出した。復活したオプティマスプライムをメガトロンと迎撃するが指を切られ、 顔を剥がされた挙句にスパークを握りつぶされ絶命した。ドリームウェーブ社のコミック、ウォー・ウィズ・インの第二シリーズ、ザ・ダーク・エイジスに登場した同名キャラクターがモチーフである。吹き替え版には、トランスフォーマー・ギャラクシー・ホースにてメガルコンボイの声などを担当していた木村正史が起用された。民間人、ミカエラ・ベインズ、ミカエラ・ベインズ・エン、ミーガン・フォックス、吹き替え。 当時、かなこサムの恋人。進学せず、出所した父親らとともに、家業のバイクショップを運営している。ボーンズという大型犬を飼っている。愛車は、アプリリア r s 百二十五。シーモアシモンズ、セイモアシモンズエン、ジョンタトゥーロ、吹き替え蝶元セクター7捜査官。セクター7が亡くなった後は、実家のデリカに戻り、それを切り盛りしながら自分が勝手に持ち出した資料を、 元にトランスフォーマーの調査を続けていた。ネット上ではロボーリアーというハンドルネームを用いてサイトを運営している。レオの手引きでサムと再会したことで再び戦いに巻き込まれる。レオスピッツ、レオスピッツエンラモン・ロドリゲス、吹き替え、坂口周平フルネームはレオナルド・ポンス・デレオン・スピッツ。プリンストン大学の学生寮でのサムのルームメイト。 お調子者の典型的なオタクで、調理アルサイトスクープ .com というネット会社を運営しており、仲間二人とつるんで金儲けをしていたり、ハッキングにも手を染めている。ロン・イトー・イッキー、ロン・イツイッキーエン、ケビン・ダン、吹き替え、後藤哲夫サムの父親。名門大学に進学した息子のサムを誇りに思い、心から愛している。今作ではフランスを旅行中に妻と共に、 トランスフォーマーたちの戦いに巻き込まれる。チワワの猛女に加え、新たにフランキーという名のオスのフレンチブルドッグを飼っている。ジュリー・ウィトイッキー、ジュリー・ウィツイッキー・エン、ジュリー・ホワイト、吹き替え、野沢ゆかりサムの母親。親バカな面が顕著になり、サムが大学の寮に引っ越す際には未だに小離れできない一面を見せる。コラン教授、プロフェッサー・ R.A. コラン・エン。 レイン・ウィルソン、吹き替え、丸山総司プリンストン大学物理学教授。自己陶水に意味ない言い回しが特徴。講義中に錯乱したサムを追い出すが、ラストでは彼を心よく迎え入れた。マイケル・ベイが、ウェズリアン大学在学中に講義を受けていた教授が、モデル。政府、軍関係者、ウィリアム・レノックス、ウィリアム・レノックス・エン、ジョッシュ・デュアメル、吹き替え、 矢崎文也アメリカ陸軍少佐にして NEST 部隊指揮官。前作にて最初にトランスフォーマーと遭遇した軍人の一人。前線にて部隊の指揮を取る。オートボットに対する信頼は厚く、それゆえにギャロウェイに反発する。ロバート・エップス、ロバート・エップス・エン、タイリー・スギブソン、吹き替え、山野井一志アメリカ空軍総長で、レノックスの部下。レノックスともども、 前作より一近い級昇進している。エノックス同様、ギャロウェイを嫌っている。セオドア・ギャロウェイ、テオドール・ギャロウェイ・エン、ジョン・ベンジャミン・ヒッキー、吹き替えから、おとも後期国家安全保障問題担当大統領、補佐官。非常に傲慢な性格で、いたけだかの態度で話す。大統領の脅しを狩る狐であり、何かと理由をつけて、オートボットを追い出そうと企んでいる。 ギャロウェイが NEST 司令部と衛星通信中にオールスパークやメガトロンについて喋りすぎたために衛星通信を傍受していたサウンドウェーブに情報を盗まれキューブのかけらが盗まれたりメガトロンが復活するなどの原因になった中盤では大統領命令だと言って一方的に NEST 部隊を足止めしようとするなどディセプティコンよりの行動さえしていた 移動中に、レノックスらの作戦で砂漠に放り出される。アメコミ版によると、その後、ショックウェーブに始末されたらしい。モーシャワー将軍、ゼネラルモーシャワー縁、グレンモーシャワー、吹き替え、原康市議アメリカ統合参謀本部議長にして、NEST 司令官。部下であるレノックスを信頼しており、指揮官として、彼を全面的に支援する。前作でも、 グレンボ・モーシャワーが演じるカタール基地の司令官が登場したが、あちらの名前は、シャープ大佐であり、モーシャワー将軍とは別のキャラクターである。グラハム・マック・オーク、グラハム・マック・カクエン、マシュー・マースデン、吹き替え、宮内厚史・イギリス軍特殊部隊、ユナイテッド・キングダム・スペシャル・ホーセスより派遣された、エージェント。エノックスたちの優秀な部下として、彼らをサポートする、T.W. ワイルダー艦長、 キャプテン TW ワイルダー園、ジョン・ニールセン、吹き替え、大滝博士アメリカ海軍の原子力空母、ジョン・シース・テニスの艦長。国境警備員エンディ・プロイ、吹き替え、岩崎博士エジプトの国境にある検問所の警備員。ニューヨークヤンキースのファンであるらしく、シモンズがニューヨークから来たと言っただけで、パスポートの確認もなしに快く検問を通過させた。その際、ゴー。 ヤンキース、と叫んでいる。前作でも言及されている項目については、前作映画を参照。今作では、変形に加えて、合体戦士が登場する。オートボット故郷である惑星サイバドローンの壊滅に伴い、前作を経て地球へ移民してきたトランスフォーマー軍団。アメリカ政府との間に同盟を結び、新たに結成された特殊部隊ネストの隊員として、 ディセプティコン残党壊滅の任務に当たっている。オートボットの存在を知るのは、政府関係者及び、アメリカ軍、サムたち一部の民間人だけ。アイアンハイド、イロンヒデセイ、ジェス・ハーネル、吹き替え、北川勝弘 ID ナンバー RA-02、オートボットの副司令官。GMC トップキックシーン4500に変形。ノックスたちとに、上海やエジプトなどの前線で、 多くの活躍を見せる。相変わらず、決起左官で、好戦的。サイドスワイプ、サイドスワイプ制、アンドレ・ソグリウゾ、吹き替え、江川久夫 ID ナンバー RA-04、オプティマスプライムの要請に応じて地球にやってきた、新兵。シボレイコルベット・スティングレイコンセプトに変形。ロボット時には、両足のタイヤを、ローラースケート代わりにして、高速滑走する。 両腕の硬質ブレードや四連マフラー型キャノンを武器に持ち、アイアンハイドとは指定のような関係にある。ラチェット、ラチェット製、ロバート・フォックスワース、吹き替え、羨ましゅの ID ナンバー RA-08、オートボットのグニペン科学者、ハマー A12 のレスキュー車に変形。今作で腕にミサイルを装備、ジョルトを部下としている。雑印図、雑ン,ンズ一つのプロトフォームが、 スパークごと二つに分裂することで誕生した、伝令上がりの戦士の双子。二人ともお調子者であり、普段は周辺の状況も構わず喧嘩をするが、基本的にはとても仲が良い。序盤で二人が合体して、アイスクリーム版に変形していたが走ることすら危うく、互いに一人で一つの車をスキャンし直した。それぞれのナンバープレートにはアルファベットで、自分の名前が記されている。 MTV で、マイケル・ベーエが、お気に入りと語ったキャラクター。初期のコンセプトアートでは3つこの設定であったが、変形する自動車のメーカーと折り合いがつかず、双子へ変更された。スキッズ、スキッズ性、トム・ケニー、吹き替え、関ともかず ID ナンバー RA-10、マットフラップの兄弟である緑色のオートボット。絞れエビートに変形。差し輪なのか、 顔についてる歯が一本だけ金歯になっている。マットフラップよりやや真面目で、主人公であるサムの前作における功績を評価していたほか、仕事に対しては割と真剣に取り組んでいる。しかし基本的にはお上司者であり、レオのことをマットフラップと一緒になって、からかったり、大事な場面で喧嘩したり性格は子供っぽい。いつも喧嘩ばかりだが、マットフラップのことは、 大事に思っているらしく、彼がデバステーターに食われた時はいつもの減らず口はどこへやらかなり悲しんでいた。ちなみに、金馬は最後の出番の時にマットフラップに撃たれて取れてしまった。小説版ダークサイドムーンでは本性を表したセンチネルプライムからバンブルビーをかばって不織銃で撃たれマットフラップにすまなそうな言葉をかけながら死亡した。 マットフラップと比べると短期で真面目なセリフが多く、彼をいさめる場面がしばしばある。エンドロールでは、ツインズ1の名前でクレジットされている。マットフラップ、マットフラップ製、レノ・ウィルソン、吹き替えた他の傭兵 ID ナンバー RA-15、スキッツの兄弟である、オレンジ色のオートボット、シボレーとラックスに変形。本当は、ボレービートが良かったようだが、 とっくみ合いの喧嘩の末、スキッツに取られてしまう。二人ともお上司者だが、マットフラップは、スキッツよりも、天然気味で、言葉が汚い。よく間抜けなところをさらして、スキッツに殴られている。やけになっていたとはいえ、サムの前作における功績を、結局メガトロンが蘇ったからという理由で否定した。途中で、デバステーターのボルテックスグラインダーによって吸い込まれ、食われてしまうが、 吸引が終了する直前だったためにすりつぶされるのを、免れ、その顔をぐちゃぐちゃにして脱出。その後二人で、デバステーターを翻弄し、ダメージを与えるという大金性を上げた。小説版、ダークサイドムーンでは上実したスキッズの最後に、月光し、オプティマスプライムの伝令を無視して、センチネルプライムに挑んで一度はひるませるも、すぐに不食獣で射殺された。 だがその戦いぶりはスパークが汚れ果てていたセンチネルプライムも称賛するほどであった。スキッツに比べのんびりしてやや周りの空気を読めない言動がある。エンドロールではツインズニーの名前でクレジットされている。アーシー、アーシー、クロミア、クローミア、エリータワン、アリータワンセイ、グレーデリスル、吹き替え、カツオマサコ ID ナンバー RA マイナス。赤色のアーシーは ルカティ848に青色のクロミアは、スズキビーキングに紫色のエディータンは、メガボルトアグスタカイオンに変形。3体で一つの人格を共有しており、劇中ではまとめて、アーシーと呼ばれていた。ピークルモードでは、座席部分に人間の女性のホログラフを映してカモフラージュしている。実写映画版で初登場となったウーマンサイバトロンだが、アーシーは、 前作で登場が予定され、玩具も発売されていた。紫色の個体は当初名前が発表されておらず、2009年のコミコンにてフレラップという名称で公表されたが、最終的にありたマイナス1となった。吹き替え版には G1 シリーズでアーシーとクロミアを演じたカツオマサコが起用された。ジェットファイア、ジェットファイアー製マーグライアン、吹き替え。 マイナスの村検事 ID ナンバー RA-13 ザ・フォールンの命によりリーダーのマトリックスを探すために地球に送り込まれたシーカーの一人。その後予曲折を経てロッキード SR-71 ブラックバードの携帯を取る。古代サイバトロン語を読むことができ、サムの頭に浮かぶ文字を解読してマトリックスのありかえの手がかりを示した。 ブラックバードの姿のママスミソニアン、航空宇宙博物館に展示されており、長い休眠によるエネルゴン摂取不足を起こしているため、猫背でパーツの一部を杖のようにして歩いたり絶えず愚痴をこぼすなど人間でいう老人のような状態となっている。元ディセプティコンだが相手を憎むことしか知らないディセプティコンを嫌いオートボットにくら返したという過去を持つ。 体内に内蔵された小型スペースブリッジの展開による瞬間移動が可能。ただし、廊下の弊害回帰先の細かい指定ができなくなっており、エジプトに着いた際には、よその星でなかっただけ上出来と言ってのけた。古い時代から地球に潜伏しているという G1 シリーズに登場したスカイファイアーとオプティマスプライムとの合体、光線的な性格など、 マイクロン3部作に登場した、ジェットファイヤーの設定が反映されている。ジョルト、ジョルト ID ナンバー RA-19 医療にも、攻撃にも使えるエレクトロウイップを武器に持ち、絞れボ,ボルトに変形。準備校の段階では登場させる予定がなかったため、セリフが一切ない上に登場シーンはごくわずか。さらにノベライズに至っては登場すらしていない。しかしクライマックスでは、 オプティマスプライムとジェットファイアの合体を支援するという重要な役割を担う。ガンのキャラクターバイオではトラブルを引き起こすことが大好きなオートボットであると設定されている。これまでのシリーズでジョルットの名称を持ったキャラクターは数多く存在しているが、これらのキャラクターとの関連性はない。当初は前作でグレン・ホイットマンを演じたアンソニー・アンダーソンが キャストの候補として挙がっていた。ディセプティコン惑星、サイバトロンを壊滅に追い込んだトランスフォーマー軍団。前回の戦いの後、地球に残ったわずかな残党が活動していたが、新たな軍団が地球に再来し、オートボット及びネスト部隊と激しい戦いを繰り広げる。特定のタイプに同形態が複数存在することが確認されている。スタースクリーム。 ストスコーリム星、チャーリー・アドラー、吹き替え、宮沢ただし ID ナンバー r d 0に、ディセプティコンのサブリーダー。ロッキード・マーティン二 -22 ラプターに変形。今作では伝説上のディセプティコンにあやかり、全身にオールスパークに似た柄の入れ墨を施している。声は前作と同じ声優が担当しているが前作からのエフェクト削除により、 アニメシリーズのスタースクリームにより、近い噛高かい声で演じている。予告第2弾が公開されるまで、メガトロンとザ・ホールーンの存在が秘密にされていたため、ポスターなど、広告資材では、ディセプティコン側の代表として、メインビジュアルを担当している。ザ・ホールーンの命令で指揮を取っていたが、復活したメガトロンに、その件に関して咎められ、折感される。 メガトロンやグラインダーと共にオプティマスプライムを追い詰めるなどの活躍も見せた。サウンドウェーブ、サウンドウェーブ製、フランクウェルカー、吹き替え、ゴーリライスケ ID ナンバー RD-04、情報戦略担当。エイリアンサテライトに変形。劇中では、アメリカ軍の通信衛星をハッキングし、衛星軌道上からディセプティコンたちをサポートした。 今回は単体での変形による活動や戦闘は行わない。玩ングではトリプルチェンジャーとされ、エイリアンシャトルに変形するほか、アニメに準じたロボットモードが存在している。フランク・ウェルカーはかつてアニメでもサウンドウェーブの声を担当し、吹き替えを担当したゴーリ大介は、超新マスターホースのダウロス、V の大のキングなどを演じていた。 一作目時点でも登場が検討されていたが、右右曲折を経て、ブラックアウト、スコルポノク、バリケード、フレンジンへと役割が分割されたため登場しなかった。サイドウェイズ、サイドウェイズ ID ナンバー RD-05、アウディ R8 に変形する石膏。NEST に発見されたサイアーシーのチームを振り切るが、サイドスワイプを振り切ることはできず。 逆に自身の逃走するスピードを利用され、サイドスワイプのブレードで、ビークルのまま両断された。ボンネットからルーフまで黒塗りで、5本の白いストライプが、施されているエイプは使用の R8 を模した4本の白いストライプが目立つ。ホイリー、ウィーリー勢、トムケニー、吹き替え、落合工事 ID ナンバー RA-09、キューブの欠けらのありかを調査する、小型ディセプティコン。 青い RC カーに変形。キューブのかけらをサムから預かったミカエラを追跡するが捕まり、ボックスの中に押し込められ、サムらと行動を共にすることになる。C ーカーに関する情報をサムたちに提供し、ジェットファイアから陣営に関する話を聞き、オートボットに寝返り、自分が生き残るという他の作品に負けないサバイバル術を披露する。映画ではホイーリーの名で呼ばれているが、 玩ングでは、BD の名称が用いられている。ラビッチ、ラビッチ製、フランクウェルカー ID ナンバー RD-13、動物のジャガーの姿を模したサウンドウェーブの部下であり、彼の胸部より放たれる。エジプトで他のディセプティコンたちと共にサムを追跡、バンブルビート、単眼であること以外は、デザインや設定ともにオリジナルに限りなく近い造形となっている。ザ・ドクター、 ザ・ドクトル、スッカルプル星、ジョンディ・クロスタ、吹き替え、シモアダ・ユキ ID ナンバー RD-14、メガネをかけたディセプティコンの軍医光学顕微鏡に変形。ガングでは、スカルペル、スッカルプルという名称だが劇中では、ドクター、ザ・ドクトルと呼ばれる。人間の頭ほどの大きさしかないが、膨大な解剖学の知識を持っている、マッドサイエンティスト、イジェクター、 イジェクター ID ナンバー RD-15 サムが持っていたキューブのかけらの影響で誕生したトランスフォーマー。トースターから変形。ウィトウィッキーケが反壊する原因となった。同様の経緯でダイソンの掃除機、ブレンドテック射精のミキサー、コーヒーミル、電子レンジ、ガスコンロなどもトランスフォーマー化するが全員がバンブルビーに破壊される。これらのロボットはスタッフによって キッチンボットというあだ名が付けられていた。かつてスピルバーグが関わった、グレムリンに登場した木具合に似ており、グレムリンのような姿と紹介する資料もある。グラインダー、グラインドア製、フランクウェルカー ID ナンバー RD-18、前作のブラックアウトと同型のディセプティコン、シコルスキー CH-53、E スーパースタリオンに変形。ガングの設定では、 非常に冷静沈着な性格であるとされている。ブラックアート同様、機銃やプロペラ状のローターブレードを装備している。劇中では、オプティマスプライムに右腕を切り落とされ、エナジーフックで顔面を引き裂かれて倒される。なお、顔面を引き裂かれる直前に抜くナイフは、彼の装備でなく、オプティマスプライムに投げられた、エナジーソードである。アリス、アリスエン、イザベル・ルーカス、吹き替え。 ウシダ子人間に擬態するプリテンダー。女子大生を装ってサムに近づき誘惑するような言動や行動を繰り返すがバンブルビーの嗅覚によって正体をカンパされ正体が露見するや否や大学の校舎内で大暴れした。最後はミカエラの運転するサターン・アストラに惹かれ死亡した。ちなみに実写映画版ディセプティコン側ではこう一点で 他のディセプティコンがサムを一貫して、小僧と呼ぶ中、彼を名前で呼んだのも彼女だけである。インセクティコン、インセクタコンズ ID ナンバー AA-04、ハエなどの昆虫に類似した姿を持つ、超小型トランスフォーマー。サムとミカエラが隠れている建物に侵入したが、サムに頭をもがれて壊された。G1 やビーストウォーズに同カテゴリーの TF が存在するが、 昆虫型であるという点以外の共通項はない。マイクロコン、マイケロコンスマイクロサイズの超小型ディセプティコン。CG スタッフが制作時にボールボット、マイクロコンと略称をつけた。リードマン、リードマン製フランクウェルカー大量のマイクロコンが合体した姿。ボディが髪のように極端に薄く、サイズも人間より小さいが全身が鋭利な刃物で構成されている。 ラビッチを介して、ネスト本部へ侵入し、アメリカ政府によって管理されていた、オールスパークのかけらを強奪する。ストークスコルポノック、ストーカースコルパノック ID ナンバー MD-04、サソリの姿を模したディセプティコン。前作のスコルポノックと同型のディセプティコンであるが、同一個体なのか別個体なのかは不明。ストークスコルポノックは、ガングでの名称である。最後は、 Z ットファイアの手によって破壊される。ボーンクラッシャーと同型のディセプティコン。名称不明第一作目に登場した。ボーンクラッシャーと同型のディセプティコンだが、同一人物なのかは言及されていない。エジプトでの戦闘に登場し、アイアンハイドやアーシーたちと交戦した。ディセプティコンプロトフォーム。ディセプテコンプロトフォームズ。スキャンデータを反映していないディセプティコン。 十数体がメガトロンの召集を受け地球に飛来し、エジプトでネスト部隊と銃撃戦を繰り広げるが、後に空軍の援軍も到着したため、全員が倒された。それぞれ頭部や武器などのデザインが異なっており、前作のブラックアウトの頭部デザインを流用したタイプも見られる。コンストラクティコンズコンストラクティコンズは建設車両に変形するディセプティコン。デモリシャー、ディマリシャー性。 カルビンウィマー ID ナンバー RD-03 白をカラーリング基調とした油圧ショベルに変形するコンストラクティコンオプティマスプライムの3倍ほどの巨大なタイプを持ち人型から逸脱した異形の姿をしている体の上下についたタイヤを交互に使い分けて走行する上海に潜んでいたがネスト部隊に発見され強行突破を試みるも オプティマスプライムとアイアンハイドによって阻止される。制作スタッフの間ではホイールボット、ビールバットのあだ名で呼ばれており、エンドロールでもこちらの名前がクレジットされている。スクラップメタル、スクラッペメトル、ボルボのショベルカーに変形。ロボットモードはスクラッパーに酷似している。メガトロン復活のためのパーツとするため、 ザ・ドクターの指示で無残にもたのコンストラクティコンによってバラバラに解体されてしまった。キャラクター名は、ハズブロ関係者によるニックネームで、もともとキャラクター名は存在しなかった。デバステーター、デボステーター製、フランクウェルカー ID ナンバー RD-16、コンストラクティコンが合体して誕生する巨大トランスフォーマー。頭部及び口を大きく展開する大型吸引装置。 ボルテックスグラインダーであらゆるものを吸い込み、粉砕する。ガングの設定では、デバステーターの名前は惑星、サイバトロンにて発生する大型台風の名前にちなんだものであるとされている。ツインズとの交戦を経てピラミッドに隠されたスターハーベスターを発掘していたが、海軍の機密兵器のレールガンによって撃破された。コンセプトアートや海外版の玩ガングでは、頭部は銀だが、 本編では赤くなっている。また、いかにも、男性の睾丸を思わせる位置に二つの鉄球が、ついているなどスタッフの遊び心が見える。前作に登場したエイブラムス戦車に変形する、デバステーターとは、無関係。モチーフや設定は、G1 シリーズに登場した、ビルドロン及びその合体形態である、デバスターそのままだが、今作では合体する個体の数が増えている。スカベンジャー。 スカベンジャーデモリッシャーの赤い同形態デバステーターの上半身と両肩に変形。ほとんどの玩具やゲームではデモリッシャーとひとまとめされている。ランページ、ランページ性。ケビン・マイケル・ニチャードソン ID ナンバー RD-06。赤いキャタピラ D9 リットルブルドーザーに変形。キャタピラから変形した両腕のムチとバネ状の下半身が特徴で。 ホッピングのように跳ねて移動する。劇中では、実際にランページと呼ばれた赤い個体と、デバステーターの左手首と左足にが対する、黄色い個体が登場している。コンストラクティコンの中で最も小柄だが、それでもバンブルビーより一回り大きい。劇中では、ジャックハンマーモードと呼ばれる形態で戦っているが、玩具で、ロボットモードが別に存在する。 エジプトでマトリックスを入手するためにスタースクリームの命令でロンとジュディを人質にサムを脅迫するが逆にバンブルビーに撃破された G1 のボーンクラッシャーに相当するポジションであるが前作で同名のキャラクターが登場したので名称が変更されたランページは G1 シリーズのアニマトロン部隊やビースト・オーズ・メタルスなどに同名のキャラクターが存在する 映画制作段階では、スキップジャック、スキップジャックのカナで呼ばれており、エンドロールでは、こちらの名前がクレジットされている。2010年発売の e ージーコレクションボリューム後5では、スキップジャックの名称で玩具化された商品が存在する。ミックスマスター、ミックスマスター ID ナンバー RD-12、ミキサー車と移動放題に変形するトリプルチェンジャー。 デバステーターの頭部になる。細長い手足とタンクから変形した装甲板が特徴。ビークルモードではボンネットの彫刻やタンクにディセプティコンのエンブレムがあしらわれている。ネスト部隊やジェットファイアーと戦う個体もいる。名称は G1 シリーズに登場した同盟のキャラクターに由来し、BC 兵器の達人であるという玩具設定も G1 のそれを意識したものになっている。 ハイタワー、ハイトーア黄色のクレーン車に変形。クレーンの長さの関係で、スカベンジャーに次いで大型。デバステーターの左腕になる。劇中では、単体で変形しないが、ロボットモードらしき、コンセプトアート、さらにはそれを参考に e ージーコレクションの玩具では、恐竜のような独特のロボットモードが存在する。G1 のグレン、フックに相当するキャラクターだが、名称は、 トランスフォーマーカーロボットに登場するビルドサイクロンの海外名に由来するオーバーロードオーバーロード赤色のアーティキュレートダンプトラックに変形デバステーターの胴体下部になる劇中では単体で変形しないがコンセプトアートや映画を原案とした絵本 e ージーコレクションの玩具などにロボットモードのデザインが見られるマイクロン伝説やマイクロマスター等に 同名のキャラクターが存在する。超新マスターホースのオーバーロードとはスペルが異なる。スクラッパー、スクラッパー黄色のホイールローダーに変形。デバステーターの右腕になる。サワンのチェーンメースを武器に戦う。ネスト部隊と戦う個体はエジプトで、スタースクリームや他のコンストラティコンと共にマトリックスを持つサムの追跡にも参加していたが、空軍の爆撃を受け出踪された。次回作。 ダークサイドムーンにも同形態が登場している。名称は G1 シリーズに登場した同名のキャラクターに由来する。ロングハウル、ロングホール ID ナンバー RD-17、緑色の巨大ダンプカーに変形。デバステーターの右足になる。マッシブで大柄な体型が特徴。メガトロン復活のシーンで他のコンストラクティコンと共に初登場。 エジプトでのマトリックス争奪戦の際に、ネスト部隊と激戦を繰り広げたが、空軍の爆撃を受け撃破された。次回作、ダークサイドムーンにも同形態が登場している。名称は G1 シリーズに登場した同盟のキャラクターに由来し、玩ングにおける設定も G1 シリーズのそれを意識したものとなっている。ロングハウルのデザインの原型となったのは当時、 フリーランスのデザイナーであったジョシュ・ニッチによるファンアートであり、2作目制作時に、ハズブロ社の開発ディレクターであったアーロン・アーチャーを通じて持ち込んだものが採用された。またこの縁がきっかけで、ニッチは本作のジェットパワー・オプティマス・プライムやメガトロンのデザインを手掛け、3作目以降もトランスフォーマーのデザイナーとして参加している。プライム王朝オールスパークによって誕生したとされる。 原初のトランスフォーマー。紀元前1万7000年に地球に到来し、グレートマシンを建造した。映画では7人であるが、小説版では13人と設定されている。プライム、プライム星、マイケルヨーク、ケビン・マイケル・リチャードソン、ロビン・アトキン・ダウンズ、吹き替え銀河・バンジョー、ホカザ・フォールンと共に地球に訪れた6人の、プライムたち。 大まかなシルエットはザ・ホールンと同じだが、顔や体のデザインは、それぞれ微妙に違っている。マトリックスを取り返して、肉体を犠牲にマトリックスを封印する。魂はマトリックスに宿っており、サムの行動を見守っていた。アメコミなどに登場した原初のトランスフォーマーや、コンボイ以前のマトリックス保持者たちが、モチーフになっている。劇中でのサムのセリフから、 センチネルプライムの存在が示唆されている。今回は、前作の1億後、0ドルを超える2億ドルの制作費が投じられた。主要スタッフには、新たにザ、ザリングや、スクリームさんなどのホラー映画を手掛けた、脚本家、アーレン・クルーガーが参加している。前作でも主題歌を提供したリンキンパークは、本作のテーマ曲として、ニューディバイドを新たに書き下ろし、 スティーブ・ジャブロンスキーと共同で激ともも担当した。ワールドプレミアは東京の東方シネマズ、六本木ヒルズで2009年6月8日に開催された。韓国のソウルで開かれたプレミア記者会見でマイケル・ベ監督はトランスフォーマーの中に日本の侍精神を込めたと発言し和食論議を巻き起こした。撮影風景吹き替え版は宝富が提供した。 アニメシリーズの出演者リストを参考にしたため、トランスフォーマーシリーズに出演した声優が多く、起用されている。終盤でのディセプティコンが太陽をエネルギーに変えようとし、その結果太陽が失われそうになるというプロットのモチーフになったのは、アニメ第1作の第12話ソーラーエネルギーを盗め。であり、そのための装置だったグレートマシンも同話に登場した。 ソーラーニードルが原型となっている。この他にもアニメのオマージュが散りばめられている。また、あるプロトフォームの腕には T-1000 の文字が書かれているが、これは撮影中にターミネーター4で巨大ロボットが登場することを知ったマイケル・ベイ監督が同映画に対抗意識を燃やしたためである。森林の戦闘やデバステーターの登場シーンなど IMAX カメラで撮影された部分がある。 そのため、iMAX シアター公開バージョンは画面サイズが混在しており、本編はシネスコサイズだが、iMAX 専用シーンでは最高解像度のビスタサイズに切り替わる。iMAX シアターで公開された iMAX 撮影シーンは、ほぼ正方形に近い iMAX オリジナルアスペクトでの上映である。iMAX 版のソフトはビスタサイズで収録されてあるため、 アイマックス劇場版よりも上下がカットされている。北米版ブルーレイと DVD は通常スクリーン版とビッグスクリーンエディションが発売されている。アイマックス版の本編は約30秒分の追加シーンがある。アフリカ大陸でのロケ撮影においてヨルダンのペトライ石とエジプトのピラミッドをロケ地にした撮影が行われた。ただ背景として映しただけでなく、 役者が実際に中に入ったり登ったりもしているが、これはそれらを管理するヨルダン王室及び、エジプト考古学の最高権威であるザヒハワスが、トランスフォーマーシリーズの大ファンだったため、今回特別に認められたものである。アメリカとカナダでの興行収入は4億ドルを記録。北米歴代9位という成績を叩き出している。全米の記録としては、シリーズ最高記録である。 日本では6月19日に世界最速公開されたが、エヴァンゲリオン進撃常版、はや、ルーキーズ卒業マイナス等といった強力なライバルの公開と重なった影響もあり、最終工業成績は23.2億円で前作を下回った。工業収入では成功した一方で、ストーリー面では批判的な評価もあり、国評も受けた。第30回ゴールデンラズベリー賞では、 最低作品賞、最低監督賞、最低主演女優賞、最低脚本賞、最低スクリーンカップル賞など7部門にノミネートされ、うち最低作品賞、最低監督賞、最低脚本賞を受賞した。マイケル・ベイ監督も今作を失敗作であると認めており、2007年11月から2008年2月にかけて行われた。 全米脚本家組合いのストライキの影響で十分な準備期間が避けず、詰め込みすぎの内容になってしまったことを反省点として挙げている。また前作に引き続き主演を務めたシャイア・ラブーフも、アクションはすごいが人間ドラマが欠けており、心が感じられない映画であったという不満点を述べている。第82回アカデミー賞録音賞ノミネート。2009年12月18日。 パラマウントより、ブルーレイディスク、DVD 版リリースレンタル。セル版、ブルーレイ、DVD は、どちらにも、本編ディスクと特典ディスクの2枚組。本編は、通常の劇場公開版であり、iMAX 版は未発売。特典内容は、ブルーレイ、DVD 共通。本編ディスクにはコメンタリーを収録。特典ディスクには、メイキングや削除シーン。 ミュージックビデオなどを収めている。また、ブルーレイ版の特典ディスクにはさらに、オールスパークと撮影日誌も収めている。前作をセットにした4枚組のダブルパックも、両フォーマットで同日リリース。トランスフォーマーズサイバーミッションズは、2010年3月19日より、公式サイト、ジェネレーションワン1トランスフォーマーシネマズページで、ウェブ配信のスピンオフムービー。日本語字幕版。 全13話。アメリカでは、ハスブロ公式、オフィシャルトランスフォーマーズビディオスで配信。ガンムの NEST シリーズをベースにしており、実写映画版に登場するキャラクターの中には細部に、違いが見受けられるのもいる。登場 TF、オートボットオプティマスプライム、オプティマスプライム ID ナンバー RA-01、オートボットのリーダー。基地より離れた場所から指示を送っている。 両腕に剣を内蔵。冒頭オープニングに毎回登場している。アイアンハイド、イ異論比で ID ナンバー RA-02、RA-26NEST RA 基地、防衛任務についている、高専的なオートボット戦士。途中から、接中迷彩を施した、リーコンアイアンハイドへと武装強化されている。バンブル B、バンブル BID ナンバー RA-03。RA NEST 基地防衛任務についているオートボット戦士。武器は1分間に1万発放てるソニックブーム。本編と異なり機械音であるが普通に会話ができる。サイドスワイプ、サイドスワイプ ID ナンバー RA-04、RA AA-06 オプティマスプライムと共にメガトロンを捜索しているオートボット戦士。バリケードに剣を破壊されたが新たに二丁獣を。 装備したサイドアームサイドスワイプに強化した。ラチェット、ラチェット ID ナンバー RA-08、RA NEST ラボ所属のオートボットのグニー。武器は、右腕の EMP ブラスター。しかし、アニメーテッド同様、ロックダウンに一度は奪われてしまうが後に、取り返している。ディセプティコンメガトロン、メガトロン ID ナンバー RD-01、逃亡中のディセプティコンのリーダー。 エイリアンタンクに変形する。スタースクリーム、ストスコーリム ID ナンバー r d 0に、地球で暗躍を続けている、ニューリーダーを自称するディセプティコンの航空参謀。サウンドウェーブ、サウンドウェーブ ID ナンバー RD-04、NEST 基地を襲撃しに来た、ディセプティコン兵士。音響攻撃が得意でどんな音響エネルギーも、跳ね返すことができるが、 連続攻撃は吸収しきれない。敗北後オートボットに囚われている。ブラジオン、ブラジェン ID ナンバー RD-20、アイアンハイドが遭遇したディセプティコン兵士。戦車に変形、砲塔から変形する、日本刀を武器としている。バリケード、バリケード ID ナンバー RD-24、ANEST の情報を狙って、コンピュータルームを襲撃するディセプティコンの残党。 左腕にスピニング装、右腕に冷凍銃を装備。フレンジー、フレンジー i d ナンバー RD-24、ビーバリケードと行動を共にする人間大の小型、ディセプティコン兵士。本編とは異なる生き残っている。マインドワイプ、マインドワイプ ID ナンバー RD-25、エネルゴンを狙っている、ディセプティコン航空部隊。ステルス戦闘機に変形。 スタースクリームをご主人様と呼ぶ。アイアンハイドを催眠術で操ったり、海音波で相手を狂わすことができる。ロックダウン、ロックダウン ID ナンバー RD-26、ディセプティコンに加担する、賞金稼ぎ。ヘビメタカーに変形。アニメーテッドと同様、ラチェットとは因縁がある。スモールダー、スモールダースクランブルシティに潜伏していた、ディセプティコン兵士。 消防車に変形するが放水ではなく火炎を放射する。日本未発売のパワーコアコンバイナーシリーズより、チョップスタースモルダーのパートナーのマイクロン、火炎放射器となるスモルダーの砲頭部と投擲も可能な炎の斧に変形する。その他、アルファートリン、アルファートラインオプティマスプライムの語るオートボットの偉大なる歴史学者、ベクターシグマ、 ベクター・シグマ・オプティマス・プライムの語るサイバトロン製のデータベース。サブタイトル変形、合体ギミックを盛り込んだ玩ングの制作、販売は前作に引き続き、トランスフォーマーシリーズの原案を手掛ける玩ングメーカー、タカラトミーとハズブロが参加している。玩ングは前作同様、映画公開に先駆ける形で2009年5月30日に発売された。 今作で発売された玩具の中には、前作からの使用変更品も含まれるものの、オプティマスプライムやスタースクリームといった物語の中核となるキャラクターに関しては、より劇中に似せたデザイン、スタイルで新規に作り直され、変形構造も変更された。前作の玩具開発が資料が少なくて探りであったのに対し、今作では、前作の映画そのものを資料や、 予想材料とすることができ、また実際の映画を具体的な共通に意識することができたため、試作の発注といった部署間での連携もスムーズに進んだという。ただしストーリーについては、前作同様、玩具スタッフには断片的な情報しか伝えられなかったため、物語に直接関連したギミックを盛り込むことは断念されている。前作の映画における演出を踏まえて、 新規の玩具には、メックアライブという、歯車やシリンダーといった内部のメカニックの動きを表現するギミックが搭載されており、これは生命を宿した機械という、トランスフォーマー独自の設定を表現することが意図、されている。また、アメリカでの展開が行われていた、トランスフォーマーアニメーテッドで培われた成果を踏まえて、キャラクター性を玩具のプロポーションに反映させるという試みも取り入れられた。 他には、サムやミカエラといった登場人物を模した人形が付属するヒューマン・アライアンスと呼ばれるシリーズもラインナップに加わり、これには車の運転席に人形を乗せたままの変形など、トランスフォーマーシリーズの前身、ダイヤクロンの玩具のように人形を絡ませることを前提としたギミックを搭載している。他にもデバステーターやジェットファイアーといった 今作から加わった合体のギミックも重要なテーマとして位置づけられた。この年の商品展開は急激な原油価格の高騰の影響を大きく受けたというトランスフォーマーシリーズの玩具は世界的な商品展開を行う関係上厳密なコスト管理が必要とされており一度開発が完了した多くの商品から相当数のパーツやギミックを減らすなどといった 厳しい仕様変更を強いられた。一方で、原価改善や、反感費削減といった方針はこを奏し、映画のヒットや玩具に対する評価もあって、トランスフォーマー玩具は、タカラトミーの決算にも、好影響を与えた。売り上げは、前作の2倍以上となり、アメリカの玩具市場では1位を記録するなど、アメリカを中心に売り上げを伸ばした。玩具 CM のナレーターは前作に引き続き、 アニメ版第一作のナレーションを担当した、正宗一世が務めている。グラビティボッツ前作に引き続き、映画の内容をもとにしたアランディン・フォースターによるノベライズ版が出版されており、日本語訳版は、早川書房、早川文庫から出版されている。ありがとうございます。